はい、こんにちは、伊藤のびろです。今日はですね、ちょっと、減量のね、減量後のリバウンド報告ということで、戻りましたよ。本日は、7月の17日ということで、一番落とすところまで落としてからね、5日経ちました。5日経って、戻りました。戻りましたよ。 68.9、 さっき測ったら 68.9 キロで、いやー戻ったと思って、見事に戻ったと思いましたね。やっぱダメですね。もうなんだろう、食事を減らして走ったりとかして水分を落とすだけの減量はやっぱダメです。一瞬で戻りますね。一瞬で戻りました。まあ戻るのは何やって戻ったかって言ってしまえば、いや食べたんですよね。めっちゃ食べました。もうとりあえず撮影日の2日間はすごい食べまして、まあ撮影のために減量してたんですけど、撮影日自体も食べてたし、撮影が終わってからもすごい食べて、冷麦とかですね、うどんとかが超美味しくてめっちゃ食べたんですよ。冷麦とかごたばとかね、もう余裕でペロッと食べちゃうぐらい食べまくってたら、あっという間に戻りましたよ。すごい勢いで。まあ、あとダメですね。撮影終わって、とりあえず一旦次の撮影日までね、期間があるので、それまではねちょっと食べてもいいやと思って油断して食べてたら戻ったっていうね。いやはやダメですね。やっぱ油断しちゃダメです。もうね、この期間はもう減量しようって決めたらね、ちょっとでも油断しちゃダメ。もう僕ちょっとでも油断して今日ぐらい飲んでもいいやと思ってね、ビールとか飲んだら、もうそれが大失敗だったから、もうちょっとダメ。そういうことやったらもうね、ちゃんと切り詰めてね、ちゃんと張り詰めておかないと。ずっとちょっとでもね、この張り詰めたね、糸が緩んだらね、もうダメです。ということでね、ちょっと一旦減量してたのに戻っちゃったんで、ちょっとまたね抜かなきゃダメですね。食事制限もしなきゃいけないし、汗もねかかなきゃいけない。で今回ね、10日間の8キロ減量をやった時は筋トレをね全然やってなかったんですよ。もうランニングと食事制限だけで体重落としたんで、筋トレはねやっぱやっとかなきゃダメですね。なんか筋肉が衰えると戻りやすくもなるし、落としづらくもなるので、だからちょっと今回はね、今回はというか、ちょっと今から落とすときはもう筋トレをねやっていこうと思います。で僕がやる筋トレはもう毎回のことなんですけど、腕立て伏せ、懸垂、腹筋、スクワット、もうこの4つはねもう鉄板でやるようにしています。ベンチプレスとかね、一応ようやるんで、ベンチプレスとかもやったりするんですけど、やっぱ一番健康的に鍛えられるのは自重での筋トレがね一番鍛えられるってね、かつてねヒョードルだかノゲイラだかが言ってた気がします。ちょっとあんまりよく分かってないかもしれないですけど、自重っていうのは自分の体重の重さで鍛えるってやつ。なんか下手にねバーベルとかダンベルとか使うと、まあどっか体に無理がかかるので、一番健康的に鍛えられるのはやっぱ自重、自分の体重で腕立て伏せしたりとか、まあスクワットやったりだとか、まあ懸垂やったりだとか、ね、そういう感じです。でその手をねとりあえずやりながら今回はまた痩せていこうと思っております。そんな感じでね、リバウンド報告でした。夏までにね皆さんもねまあリバウンドしながらもね頑張ってやっていきましょうね。そんな感じのご報告でした。またね。